どうも、オタズです。今回はね、部屋紹介動画とは違って FX でね、マスターに行くために使用したデバイスをね、細かく紹介していきたいと思っております。僕はね、いくつものゲーミングデバイスっていうのを、まあ今までね、まあこんな感じでもう部屋見てもらったらわかると思うけど使ってきまして、本当にね、いいものを皆さんにね伝えたいっていうね思いを持ってます。まあサラリーマンしながらさ、今子育てしてますけど、まあ YouTube でもまあゲーミングデバイスっていうのをこの辺のものをさ、レビューしつつ、FX もね、やってるんですよね。だからまあ時間管理っていうのはね、かなりシビアになってます。なので、ぶっちゃけそんなに FX する時間っていうのは取れないんですけど、まあそんな中でもね、FPS ゲームを、まあ快適にぐっと上達させていくということをね、意識して使ってきたね、製品っていうのをね、今回紹介していきたいと思ってます。一個一個ね、まあ、厳選したアイテムっていうのを丁寧に紹介するので、最後まで見ていただけると嬉しいです。それじゃあね、マスターに行くために使用したデバイスをね、見ていきましょう。はい、じゃあまずね、1点目ですね。ちなみに皆さん分かってると思うんですけど、僕ね、パッドゲーマーなので、パッドをメインに使って、今回 Apex でマスターに行きました。で、マスターに行くために使った、まあ一番これ重要って言ってもね、過言じゃないようなデバイスですね。はい、コントローラーですよね。一応これね、スラストマスターのプロコンで、レビュー動画もちゃんと上げてて、まあちょっとこれ故障したっていう動画も上げたんですけれど、まあそれでね、まあ故障したとしても、使いやすいコントローラーだったなって思ってるような製品になります。で、まあ、特にね、何が使いやすいかっていうと、やっぱりスティックのね、精度ですよね。うん、スティックがね、すんごい使いやすい。なんかね、若干コントローラー大きいような感じはするんだけど、こう思った時ね。だけどね、このスティックのね、精度がね、本当にむちゃくちゃいいです。これはちょっと使ってもらわないとわからないかもしれないんですけど、マジでね、使いやすい。で、背面ボタンも結構ね、くっついてるように見えると思うんですけど、こんな感じでね。だけど、全然これ使えます。はい、初め僕もね、なんかくっついてて使いづらそうだなって思ったんですけど、全然いけちゃうんですよね。こう誤爆することもほぼないです。もう内側だけ使ってもいいと思うし、全然、うん、そういう設定もできるからさ、うん、こんな感じで使ってもいいと思います。本当にもう手垢つくぐらい使ってるからね、ちょっと汚いけどはい、そういうようなねコントローラーになっております。で、まあこの部分はね、タイプ C じゃないんですよね。マイクロ USB でつなぐやつなんで、まあそこまでね、最新のやつかって言われたらそうでもないんですけれど、まあスティックとかもね、簡単に取り外せて、すごいね使いやすいコントローラーになってるんで、これはね本当におすすめです。フリックもね、無理やりこうやったらつけられるしね、うん、まあこのコナスティックなんだけど、うん、これにね無理やりフリックをつけることだってできるようになってます。あとちょっとね、ソフトウェアの方をね起動して設定とかがあるんで、僕がまあ使いやすかったなっていう設定もね、ちょっとこれから紹介していきますね。ソフトウェアアプリに行ったんですけど、一応まあこれ以前もねレビュー動画で見せたんですけど、まあこれかなりね細かい設定っていうのができるようになってます。ミニスティックの部分になるんですけれど、ミニスティックね、これデッドゾーンがねむっちゃ細かく設定できるんですよね。見てください。はい、センター、今 2% ってなってるんですけど、これね、Apex のゲーム内設定で、デッドゾーンをね、0にした状態で動かない。だから、スティック離した状態でさ、動くじゃないですか。純正の PS5 のコントローラーとかをさ、使った時に。そういうのをなくすために、デッドゾーンを、限界ギリギリまで小さくして、まあ、視点移動が勝手に動かないようにするような設定ですね、これがね。うん、だから、まあ、センター 2% っていう風になってるんですけど、まあ、これをね、0にして、全くなくすこともできるんですけど、一応 2% だけ入れてます。っていうのがね、結構使いやすい設定ですね。うん、これをねやるのとやらないのじゃね結構違うのかなと僕はね思ってます。で、あとはね、トリガーの部分なんですけど、トリガーの部分もちょっとね変えとって、今ね 30% ぐらいになってるのかな。だからこの押し込んだ時だよね、うん、この押し込んだ時の具合がね、0% の状態だとむちゃくちゃね過敏に反応するというか感じなので、ちょっとね遊びを持たせてます。それがね、このコントローラーをね、使いやすくする方法になります。まあ、この辺も一応レビュー動画の方でね、細かく触れてた部分もあったと思うんですけど、改めて紹介するというような、ね、形で今回撮ってます。なんでぜひね、このコントローラー買った方はね、試してみてください。かなり使いやすいです。はい、コントローラーについてはね、以上なんですけれど、まあ、今はね、僕、この PS5 のコントローラーをね、使ってます。というのも、これがね、ちょっとトリガーの部分が調子が悪いからですね。で、まあ、次に行くんですけれど、ちょっとふざけどんかって思われるかもしれんのですけど、目薬ね、結構重要です。僕今ね、20代後半なんですけど、僕より若い子に比べたらもうね、ほんと、反射神経とかも悪いですし、もうね、目の疲れとかも結構きます。肩こりにもつながるしね。で、このね、目薬使ってるんですけど、この目薬ね、マジでね、チートなんかっていうぐらいね、目がね、
パッとするんですよね。この3点メディカル12ってやつ、これ Amazon とかで普通に買えるんですけど、マジでなんかね、有効成分っていうのかな、そういうのをなんかマックスに入れてるようなやつらしいんですよね。まあ、体感で使ってみて一番良かったやつなんで、これもねぜひ参考にしてみてください。かなり効きます、目に。はい、またまたね、次もねちょっとネタ枠みたいになっちゃうんですけど、指さパッドゲーマーの人って結構好かれると思うんですよ。これがねマジでいいです。これね、指突っ込んでマッサージする機械なんですけど、こんな感じで僕結構やってます、こうやってね。これねマジで効きます。全部ね、親指から小指、もうね中指全部ねほぐしてくれるような感じのマッサージ機なんですけど、もうね20代後半ぐらいになると本当にね指がなんかパンパンになるというか、指痛くなるんですよ、ずっとゲームしてたらね。うん、今ちょっとやってますけど、これ現在進行形でちょっと指取れないですね。はい、まあなんでこれはねマジでね、気になった方はねチェックしてみてください。動画のね説明欄の方にね貼らせていただきます。かなり指がほぐれて指動くようになりますよ。おすすめです。はい、じゃあ次ですね、ヘッドホンになります。まあ、別にねゲーミングヘッドセットとかでもいいんですけど、僕はこのねヘッドホンが一番ね足音とか聞こえやすいから使ってます。ベイヤーダイナミックのアミロンホームっていうねヘッドホンになるんですけど、もう本当に音楽ゲームもう全部いけます。マジで凄まじいぐらいいいです。つけ心地もねむちゃくちゃいいんですよ。だいたいこれ 300g ぐらいなんですけれど、ずっとつけてても疲れないですし、耳全体を覆いかぶさるような感じのねイヤーパートになってて、すっごいこれねふわふわなんですよね。だからねマジでねつけ心地もいいし音もいいし低音感も抜群です。でそれを、アークの MK2 っていうここにあるアンプなんですけど、これにねつないで使ってます。アークの MK2 に関してはかなり入手がしづらい機種になるので、別のでもいいと思ってますけれど、一応僕はこういうね組み合わせで使ってますというところです。でこのねヘッドホンに関しては、250オームのインピーダンスが設定されてるので、かなりね、鳴らしづらい部類になります。なのでもし買うんだったら、まあ、ゲーム用のね入手しやすいアンプにはなるんですけれど、サウンドブラスターの GC7 とか、サウンドブラスターの G6 とかと一緒に合わせて併用するのをおすすめします。まあ、これとかだったらさ、ハイインピーダンスのさモードとかがついてるんですよね。こんな感じで、ここにあるんですけど、ゲインですね、ゲインをハイにします。そうするとね鳴らせるのでね、しっかり。なんでこのねアミロンホームどうしても買いたいっていう方がいるんだったら、こういうのとね併用してもらえたらなと思います。間違ってもここにあるようなねミックスアンプ、僕もね持ってるけど、これと合わせて使ったりすると本当にね音が取れなくて、このヘッドホン微妙じゃねみたいなさ感想になっちゃうと思うので、できればこのサウンドブラスター系とね一緒に買っていただければいいんじゃないのかなと僕は思ってます。まあ、ゲーム用だとね、まあ、その他まあ音楽用とかいろいろあると思うんだけど、まあ、その辺は自分で調べたらいいと思います。いろいろ情報が出てると思うんで。でさ、イコライザーとかどうしてんのっていう話あると思うんですけど、僕はねもうね何もイコライザー設定してません。このねヘッドホンの特徴っていうのを完全にねもう出した状態で使ってます。だからもうね完全フラットの状態で使ってますね。というのもまあ ArcMK2 自体がイコライザーの調整とかそういう機能って全然ないんで、これ一応ね PS5 とかにもね繋げれるんですけれど、まあ、僕はね何もねいじらずに使ってます。なんでもしこっちで使うんだとしても、そういうねまあ EQ とか設定とかも全然ねなしで使ってもらったらいいんじゃないのかなと思います。これだとなんかダイレクトモードとかあるじゃないですか。だからそういうのでねしっかり音を取れるような状態にして使ってもらえたら、マジでね足音ね全然余裕で聞き分けれるレベルなんで、かなりね僕はおすすめです。ちょっとねこのヘッドホン自体がまあ5万円ぐらいするからお高いかもしれないんですけれど、まあ、予算がある方はねこの辺の組み合わせ試してもらえたら嬉しいなと思ってます。はい、それじゃあもう最後になるんですけれど、モニターですね。モニターはねまあむちゃくちゃ重要だよね。まあ、144Hz のモニター使ったりとか 240Hz、まあ、60Hz 使っとる人は PC じゃおらんとは思うんだけれど、まあ、僕は今ね MSI の 360Hz が出るモニターっていうのを使ってます。でまあこれをね使う前っていうのはゾーイから販売されてる XL2746S っていう、まあ、バリバリ競技シーン向けのモニターだよね。それ使ってました。でそのね製品と、まあ、この 360Hz の比較っていうのを少し前の動画でやってるから、まあ、それをねどっちがいいんだっていうのは見てもらえたらなと思うんですけれど、僕としてはこの 360Hz で IPS パネルのものっていうのが、まあ、僕のね目に合ってて、体調というかさコンディションむっちゃこだわるタイプで、年取るごとにさどんどんねなんか体調が気になるようになって、
ってきてて、常にいい状態でゲームやりたいんですよね。まあ時間もないからなんですけれど、でそういうのをこだわってると、まあ、目が疲れないっていうのがやっぱ第一に来てて、だからまあ IPS パネルにしたんですけど、 TN だとね僕本当目が痛くなるんですよね。なんかわかんないんですけど、まあいろいろ設定はあるんだろうけどね、うん、っていうのをまあ手っ取り早くね目が疲れないっていう状況にできたのがこの IPS パネルで 360Hz で MSI のモニターになるんですけれど、まあこのモニターのいいところですね、まあいいとこっていうのはまずねぬるぬるんですよね。うん、まあぬるぬるは当たり前だよね。でまあ設定とかもね全然特に何もしてなくって、本当ねなんか初期の状態でも全然ね問題なく使えるっていうのがねこのモニターのいいところなんかなって思ってて、 TN パネルだったらなんかね一番最初とか、いやこの色はちょっと目にきちいわって感じでむちゃくちゃいろいろ調整したんですよ。だから調整しても調整してもなんかダメで、やっぱちょっと無理かなと思ってこのモニターに買い替えたっていうような話にはなってくるんですけれど、 24.5 インチで、まあ、FPS ゲームには適してるっていうような、ね、サイズにはなってます。値段さえ気にならんなら、まあ、10万近くしますけど、今だったら確か8万8000円ぐらいか、まあこれね買っとけばとりあえず安定なんじゃないのかなっていうねモニターになります。まあ、APEX じゃちょっとフルにはね性能活かせれないけどね、まあ、バロラントとかいろいろあるじゃないですか。まあその辺のゲームでやるんだったら全然ねこのモニター全てフルで活かせると思うんで、ぜひねこちらのモニターもね検討してもらえたらいいんじゃないのかなというところです。はい、ここまでお疲れ様です。皆さんいかがでしたでしょうか。まあ、一応かなりね厳選したものだけをね使ってるような感じになります。まあ、コントローラーとかはその場その場で結構変えてる感はあるけど、一応ねサードパーティー製のプロコンの中では割とガチで本当に一番使いやすかったって言えるレベルの製品がスラストマスターです。まあ、全然このさ PS5 コントローラーとかでいいよって言うんだったらさ、もうこれでいいとは思うんだけど、まあ興味がある人はねこれぜひね買ってほしいなって感じです。まあ、あとはね音を聞くものに関してはかなりこだわって使ってて、でも何回も何回ももうほんまにいろんなもん買いまくった上でこのね組み合わせをもうずっと使ってるような感じなんですよ。これとか本当子供生まれる前から使ってるからもう2年ぐらいになるんじゃないかな、もうちょっとで。うん、だからね本当にねいい製品です、この2点。うん、まあこれちょっと入手しづらかったらさっきも言ったけどこの辺と合わせて使ってもらえたらなと思うんだけど、まあそんな感じだよね。うん、本当まあみんなそれぞれねいいものっていうのを使ってると思うんだけど、最高の環境でゲームをしたいっていうのを考えたら、まあ、こんな感じに僕はなりました。で、それを使うことによってね、まあ、シーズン12のね、前半はマスターに行くことができたんで、まあ、それ相応のね、品なんだろうなっていう感じです。まあ、もっともっとね、上手い人とか、まあ、若い子っていうのはね、お金かけずに行けるとは思うんだけど、まあ、僕みたいにね、もうね、20代後半とかになってくると、ほんとね、体力もなくなってくるし、時間もないから、まあ、効率的にね、ゲームが上手くなりたいとか、まあ、最高の環境で快適にゲームしたいんだっていう方は、ぜひね、今回の動画参考にしてみてください。もうモニターとかはね、もうね、目に直結する部分だから、何度も言うけど、もう一番快適なのを選ぶ方がいいと思います。今回ね、紹介したゲームデバイスについてはもうすべてね、動画の説明欄の方に貼らせてもらってるんで、今回の動画参考にね、皆さんもね、購入してもらえたら嬉しいなと思ってます。それじゃあ、今回の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。またね。